どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、2018年11月にガズレレ関西行きます。それを記念しまして、大阪で生まれた女、これをやってみようと思います。大阪も行きますからね。11月25日24日は初上陸の和歌山です。待ってますぜ関西の方。まあ関西の方以外も来てほしいんですけど、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超簡単アレンジバージョンやってから、後半はかっこいいバージョン、渋くなんかこうリズムをね、あのグルーヴを聞かせたバージョンでやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな曲、思い出の曲、どうしても歌いたいあの曲を自分で演奏して弾く、これ最高なんですよ、はい、ただ聴くだけじゃなくて、ただカラオケじゃなくて伴奏までやる弾き語りです。これ本当楽しいんでね、やったら分かります。本当ハマりますからね。でウクレレだけがねそれすぐできるんですよ。他の楽器は難しいですからね。ウクレレはね弦も4本しかないし、ちっちゃいでしょ。いつでもどこでも触れるし簡単ですから、とにかく。でも奥も深いからずっと続けられる、人生のパートナーになりますよ皆さん。はい、私なんて音楽はもうちょっと無理無理で楽器苦手というそこのあなた、ウクレレだったら大丈夫だから。はい、で今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見るだけでコードの押さえ方とか持ち方弾き方全部このガズが超優しく分かりやすく簡単にレクチャーしてますから、気楽に始めてください。 YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見れるし、洗濯機回してる間にでも練習できる、しかも全部無料ですからね。始めてください。ここにリンクがあります、ここのリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の1の1から順番に動画を見ているだけであれできた、チューニングもできた、何もかもできたってことになりますからね。いってらっしゃい。じゃあ初心者レッスンここいってらっしゃい、クリック。はい、いってらっしゃい。そこにはもうすでにね700曲近く、もうそんなに上がっちゃいました。アップロードしてます。そのアップロードしてるのは全部あらゆる音楽を超簡単にアレンジしたウクレレレッスン動画ですからね。皆さん始めましょう、よろしくお願いします。さあ、じゃあやってみましょうか。大阪で生まれた女、まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。1、2、3、4。Thank you.
瞬に心を震わせた部屋、せーの、シンプル簡単バージョンやってみました。まあ、あの歌がね途中サビで凄まじくあの高くなるところあるんですけど、あれこれ原曲のキーなんですよ。なんであの相当気合入れて歌ってました。はい、じゃ あ, あのテロップ、動画内のテロップと見合わせてもらうのもいいと思うんですけど、まあ、あのノートに書くときにね、ノートに書いた方がいいですからね、頭に入りますから、その時の参考になるように私のノートを見せようと思います。はい、シンプルです、すごく。一応これ1番はね、1番2番繰り返しただけなんですよ。ちょっと見てみましょうか。じゃあイントロから始まって、じゃあここ全部いけるかな、これ一時停止で、はい、メモってください。はい、でここ1番やったらイントロ戻って、ここにワンフレーズ入れて感想を入れて、またここ2番が始まるという感じにしました。まあこれ1番と2番歌詞が違うだけでコード進行全く一緒ですから。はい、これはもうあの歌好きな方はね歌詞覚えてらっしゃると思うんですけれども、はい、まあガゼレリショートカットバージョンで1番2番で今終わったという形にしてます。じゃあ出てくるコードの解説、 CAmFDmG7Em7、 はい、1,2,3,4,5,6 個のコードで、ガゼレレリ6個のコードでやってみました。はい、この6個のコードはですね、じゃん、いつものこれです。ガズレレ必須コード、必須って書いてある。ガズレレでもコードってね、星の数ほどあるんですよ。数えるきれないぐらいに。で、全部覚える必要はなくてですね、今ご覧になってるガズレレ YouTube の曲で私とセッションしたい人は、まずこのガズレレ必須コードという8個のコードのグループのことを指してるんですね。それを覚えてください。これは必須だから覚えておいた方がいいですよ。私が以前撮っためちゃくちゃ分かりやすくて面白い動画があります。自分で撮っといて面白いって言いますけどね、ここでリンク貼っときますので、ここでコードは楽しく覚えてください。楽しく覚えるのがポイントです。カズレレ必須コードはマスターしてください。はい、それではですね、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、つまりかっこいいバージョン、コードはそのままです。弾き方がちょっとだけ変わる。いろいろ考えたんですけど、これがいいんじゃないかと思います。じゃんじゃかパカチャカ、じゃんじゃかパカチャカ、じゃんじゃかパカチャカ、じゃんじゃかパ。これはですね、なんとも言えないんですけど、8ビートではなく、一応16ビートの仲間に入ると思うんですけど、じゃんじゃかチャカチャカ、じゃんじゃかチャカチャカ、じゃんじゃかチャカチャカ。チャは、チャ、チャって感じ。これ打楽器みたいにです。これドラムが、どんどん、タッチ、どん、ちょっと、タッチ、どん、チャク、タカチャク、どん、こういうイメージを再現してるんですけど、これはですね、8ビートとか16ビートっていう風に私が言ってる動画のレッスンがあるんです。それとまたちょっと違くて、これ口でもう言っちゃった方がいいと思うんですよ。じゃんじゃかちゃかちゃか、じゃんじゃかちゃかちゃか、じゃんじゃかちゃかちゃか、じゃん。この口で言ってください。で、このチャだけは、ここでちょっと勉強しましょう。ここのリンク先は、私のホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというところがあるんですけど、そこで8ビートのチャという動画を見てください。そうすると、じゃんじゃちゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんという動画があるんですけど、そこでこのチャのやり方だけ覚える。で、じゃんじゃかちゃかちゃか、じゃんじゃかちゃかちゃか、大きいのに、ちゃかちゃか、じゃんじゃか。こういうリズムでやってみようと思います。なんで一応16ビートの仲間に入るんですけど、あのいわゆる16ビートのファンキーななんかシンコペーションが入ったものとはちょっと違ってシンプルな感じのやつですんで、結構気楽にできると思います。もしチャができない方は、ジャンジャガジャガジャガジャンジャガジャガジャガですね、ジャンジャ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 、これでやってみてください。はい、そんな感じでこう大陸的にこうどっしりした、太いリズムで大阪で生まれたかっこいいバージョンやってみる。ワン2 3 4、踊り疲れたディスコの帰り、これで最新も終わりかなとつぶやいて、眺めながら痩せたなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や堺、大阪の街よ捨てん、大阪で生まれた女や堺、
新橋屋に染みついた夜生まれた女かっこいいバージョンやってみました。ずっとですねこのリズムがテンションがずっと同じなのがかっこいいんですよ。この抑揚がないのがまたクールだなっていう感じで、こうなんか体力的なこうなんていうのかな、こう幅広さをこうリズムで感じさせて、ずっとこのね淡々と進むこの渋さんがまたこの曲の素晴らしいところで、皆さんぜひこの大阪で生まれた女を熱唱しましょう。ありがとうございました。関西行きますからね、11月24日和歌山、11月25日大阪、よろしくお願いします。ドン、ガズレレホームページご覧になってください。ここにホームページをリンク貼っておきます。ここ見てくださいね。はい、そういうわけで今これガズレレで明石町ツアー全国ツアー中で、11月はその和歌山大阪行きますからね、皆さんウクレレ持って来てください。まあとにかくまあ一回会いに来てくださいよ、関西の方、お願いします。待ってますからね。はい、で、CD 出してます。これです、ガズレレ初の CD、オリジナル曲9曲で、この CD はですね、私のいい曲を聴いてるっていう要素もちょっとあるんですけど、この曲をみんなで覚えて、みんなで大合唱しようよという、こう、なんていうのかな、そういうものにしたいんですよ。なんで、1枚は作品としての CD、1枚は出演用 CD なんで、はい、覚えて、来年2019年9月1日、日比谷の野音で、この9曲大合唱しましょう。もちろんいろんなところで皆さんもどんどん歌ってくださいね。もうこの曲は皆さんが歌うためのみんなの曲になってますから。はい。CD のこと詳しくここにリンク貼っておきます。よろしくお願いします。はい。本出してます。ドン。主婦の友から出てるガズがいいこと言ってる本です。これすごくいい本なんで、ぜひ読んでいただきたいです。お願いします。はい。こっちはドン。リットミュージックから出てるガズレレ教則本でございます。はい。これもね、すごく売れてますよ。はい。これ。これはガズレレ歌本シリーズ。もう今ボリューム4まで出てます。よろしくお願いします。楽しく音楽しましょう。いろいろ名曲はもう尽きることないんでね。はい。フォローよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。楽しく音楽しよう。さよなら、バイバイ。チャオ。